語呂合わせ。語呂とは、言葉や文章の続き、具合、調子のことで、もともとは雅楽における旋法に由来する。曲の調子を、律令、または、呂律、両律、呂律と言い、うまく演奏を合わせられないことを、呂律が回らないと言った。これを、言葉の調子にもなぞって、語呂と言った。語呂が良いとは、語調の感じが良いことを言う。語呂合わせは、言葉に、リズムや音感を持たせて、馴染み深くしたものである。文字を他の文字に変え演技活技を行うものや、数字列の各々の数字や記号に連想される、読める音を当てはめ、意味が読み取れる単語や文章に置き換えることを指す。電話番号や暗証番号、数学など元の数字列が意味する事象を暗記する場合に使われる。ある言葉について、その音と同一、または類似する別の語の意味をそこから聞き取り、それにこだわること。ダジャレの一種ではあるが、言葉の音そのものに意味があるとする言霊の詩が伺える。場合によっては、そこで聞き取られる音の縁起の悪さを避けるため事物に別の名を与える例もあるが、これは意味言葉という、例えば梨を、ありの実、なしありする芽を、博打でそれに語呂が合うのであえて、当たり目、当たり眼と呼ぶことや、亀有のように地名を変える場合もある。以下、縁起担ぎの語呂合わせの例を掲げる。また、主にブーム初期のポケベルで、当時のユーザーの主力の一角であった女子高生によってメッセージを送る際に文字買いの原理が応用された。読みだけでなく、文字の形、応例、相合一も使っている。数字の羅列は覚えにくいものであるから、これに言葉を当て、意味のある文章にすることで覚えやすくする方法は、古くから行われた。例えば円周率 3.14159265 を3一一国に向こうとやると大変覚えやすい。ちなみに英語では Yes, I have, a number とやる。各単語の字数を数えると 3.1416 となる。現代では個人的な番号、例えば暗証番号や電話番号などを記憶しておく必要のある数列の例は多く、それらを覚える際にも使われる。数字の読み替えは以下のように行う。示してあるのは代表的なものだけである。10で、ととする場合もある。即音や超音符等は数字に関わらず比較的自由に使われる。例えば、名古屋、福井、米子、釧路、豊橋といった都市は順当な語呂合わせが作れる。下記のような有名な数字は、覚えるための語呂合わせに、ある程度よく知られた定番があるが、個人が勝手に作る例も多い。また、日本では、国家予算が決定すると、これに語呂合わせを作る恒例があった。例えば1973年のそれは14兆2840億円、14兆2840億であったことから、政府はこれに、いいよに走れという語呂合わせをつけて発表した。これに対して、いいよにはしないという語呂合わせが発表され、新聞紙上等を賑わした。これについては、大蔵省による一般会計予算の語呂合わせも参照のこと。以下、いくつかの分野における数字を記憶するための語呂合わせの定番の例を挙げる。電話番号は身近で重要な個人情報であるが、数字の羅列であるから、覚えるためにそれぞれに語呂合わせを使っている例は多い。ただし、それらは当然ながら個人、あるいは家族に属するものである。しかし、企業や商店などでは、自社の電話番号は広く知られることが望まれ、当然ながらコマーシャルなどの広告にはそれ含まれる。その際、数字そのものではなく、語呂合わせを連呼する例は数多い。うまくできたものは非常に耳につきやすく、電話は良い風呂、カステラ1番電話は2番などはほとんど一人歩きているまでに知られており、変わった例としては奥様の語呂合わせになった女性用カツラの電話番号0930が元ネタの0930という音楽グループが登場というケースもある。企業の電話番号を語呂合わせにする場合、社名や業種、取扱い商品に関連するものが多い。特に広告に記載されている、0120、XXXXX といった、フリーダイヤル電話番号の語呂合わせには、苦心が見て取れる。一方、電話会社側のサービスなどは自由に番号を決められるため、番号非通知の際の184、いやよ、災害用伝言ダイヤルの171、以内のようにわかりやすい。アメリカ等では、電話番号表記にアルファベットを用いることが多い。これは、電話機のレット1を除いた、点キーにアルファベットを割り振っているためである。このため、上記電話番号を数字のみで表記すると1から80052536663となる。日本では1999年から、軽自動車は2005年から、希望ナンバー制度が始まったことにより、最大4桁で、好みの数字を使用して登録できるようになった。これにより所有者や好きな人物の姓、名、誕生日、月日生まれ、地名、企業、団体名、愛称や社名、形式名にちなんだ数字などを語呂合わせにして登録するケースが生まれ、夏季例中の X は任意の数字。日本のラジオ局の一部には周波数にちなんだ局名をつけている。およそややこしい言葉や数字を丸暗記する必要がある場合、語呂合わせは自然発生的に生まれる。それが一定数の人間に等しく必要とされる場では、いくつかの標準的な語呂合わせによる暗記法存在する。例えば、看護師国家試験用に、看護路看護師国家試験のための語呂合わせ集は2001年に初版が出て、2007年現在で3版が出ている。また、漫画であるが、動物のお医者さんには、獣医の国家試験を受けるために、語呂合わせをみんなが暗唱する様子が描かれている。以下、代表的な分野の例を挙げる。イオン化傾向の覚え方については、当該項目を参照。横、原子番号順に覚えるもの。縦、属に覚えるもの。モールス符号の音を単語に置き換えたものを合調語と呼ぶ。コアキシャル型の抵抗器での使用が、代表的だが、キャパシタやインダクタ、多振電線の識別用などでも使っているものもある。抵抗値や製造誤差などの値などを表す、色の帯ないしドット。語呂合わせの類では珍しく、色と数字の対応を示すものである。すべてまとめて、口やたきみやむばし、先に出るあわあか、次に出るあわあを。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。